さてプレミアリーグフリークスです。ベンメイブリーさんが長い里帰り中ということで今週もお休みでございますということでゲストに林良平さんをお迎えして、お届けをしています。林さん改めましてよろしくお願いします。お願いします。さて木曜配信の YouTube 版なんですけれども、はい、様々なフットボールの話題をざくばらにお話をしていただくという、うん、まあ、そういった回になっております。はい、どうですか今回はですね林良平さんがゲストということで、うん、2023年に期待する選手ベスト11をちょっと考えていただきました。はい、もう早速フリップに書いていただいておりますので、プレミアリーグで選びました。はい、もうそのプレミアリーグでもう縛りで、はい、で縛りで、各チーム一人ずつって。そこもちゃんとどんどんこう、はい、考えました。ハードル上げてって、ハードル上げましたね。同じやっぱチームから選びたい選手もいっぱいいたんですけど、はい、もうそこを我慢して選びました。1チーム一人まで、はい、そしてプレミアリーグの中からその今年期待する選手、はい、ベストイレブンと、あと注目の若手も一人だけ入れました。なるほど、はい、ちょっとサブのプレイヤーもっていうことですね。はい、ね、はい、じゃあお願いします。はい、はい、お、こちらでございます。お、フォーメーションは 4-3-3 ですということで、魅力的なチームですよこれは、はい、ピックフォードですね。はい、ワールドカップでもそうですし、ラムズデールとピックフォードどっちなんだっていう論争もありますし、ピックフォードが叩かれる試合っていうのも今まであったとは思うんですけど、今シーズン、まあエバートン今調子落としてますけど、ピックフォードのビッグセーブがなければもっと厳しいゲームっていうのは多かったと思いますし、まあ今下位争いしてますけど、やっぱりもうエバートン自体やっぱりそのピックフォードのスーパーセーブがなければ多分勝てないと思うので、やっぱりここのピックフォードには期待したいなっていう意味で入れました。で、すごくはい、いいパフォーマンスしてるんでね。はい、で右のロメロ、まあここは適正ポジションではないんですけど、はい、まあ、昨日のアーセナル戦でもいわゆるフォーバックやったり右とかやってたりとかできる選手ではあるんですけど、はい、個人的に大好きなセンターバックの選手なんですよ、はい、なんかそのアグレッシブなスタイルとか、はい、やっぱり前につかみに行って潰すっていう、うん、はい、なんか昔ながらのアルゼンチン、うん、まあ、アルゼンチン特有というか、はい、なんかなかなか自分のスペースを守るっていう今こうバックラインが多いんですけど、はい、こう潰しに行くっていう面でその気迫であったりとか、そこも大好きですねロメロは。やっぱりアルゼンチンのセンターバックはリサンドロ・マルティネスもそうですけど、はい、やっぱりこうなんか見ていてなんかこう引き込まれるっていうんですか、なんかガツガツしてます。だからオタメンディとか昔で言うとサムエルとか、はい、あとアジャラとか、アジャラ、ね、なんかねいい味のあるディエンダー陣いますよね。そうですね、センターバックですか。はい、で右はやっぱチアゴ・シウバ、はい、これ奥さんが注目なわけじゃないですか。奥さん注目。これはチアゴシウバやっぱ選手としても、はい、もう年齢的にもう38、そうですね、8もうとかですよね。38、9なんで、はい、まあ、その中でもやっぱチェルシーで唯一こう安定してプレーしてる選手で、うん、怪我もやっぱ今少ないですし、うん、ライン統率もできるし、ビルドアップもできるし、はい、声出せるし、リーダーシップあるし、そうですよね、守れるし。はい、何でもできる選手だなって、ね、だってあの世界的なディフェンダーであるクリバリが来たわけじゃないですか、うん、クリバリに相当なんか細かく指示してますもんね。いや、そうですよ、ちょっと怒って大丈夫かなっていうぐらい、いやすごいですよね。だから本当にあの年齢でやっぱあそこまでプレーできる、はい、やっぱりすごく好きな選手ですね、うん、はい、はい、そしてセンターバックに、はい、ということでのこの選出ですが、ルークショー。そう、この前のなんか最近テンハグは、そうなんですよ、センターバックで結構な試合数ですよね、出てますよね。、はい、でやっぱサイズそこまでないと思うんですけど、はい、180ぐらいですね。そう、はい、厚みと、はい、まあ、スピードもあるし、はい、それでセンターバックとして活躍していいパフォーマンス見せてますからね、はい、この前 のダービー、はい、あのシティとの試合もすごくいいパフォーマンスしてたので、はい、うん、なんかこのまま左センターバック、まあ、リサンドロ・マルティネスが戻ってきたらっていうところもありますけど、はい、うん、すごく今定着していいプレーをしてるなっていうところで期待してますね。で逆にマグワイアが、はい、まあ、おそらくチームも出ないとまずいのか、はい、なんかあのリオ・ファーデナンとか言ってましたよ、もし自分がワールドカップで活躍をしてきて、うん、帰ってきたらエブラにポジション取られたみたいなってありえねえですね。もう切れるって。あ、確かにそうですよね。自分のやっぱりこう選手として自分のポジションとかに違うポジションでプレーしてた選手が入ると、はい、やっぱプライドとしては傷つきますからね。だからその面ではどうなるかですよね、はい、そして左がウンゴ・ブエノ、はい、ここは少しちょっとマニアックが、うん、あまり知られてない選手だと思うんですけど、はい、林さんが挙げた活躍が期待される左サイドバックはウルブスのウーゴ・ブエノ。
16歳の時にスペインのクラブから移籍し、スペインの U18 代表にも選ばれた逸材。今シーズン途中からトップチームに昇格し、すでに公式戦18試合に出場しています。僕もあまり知らなかったんですけど、リバプールとの試合を見て、はい、サラーを結構抑えてたんですよ、1対1で、はい、守備の部分でもすごく計算できるし、うん、できて戦えて、はい、で結構その攻撃面でもクオリティを発揮できる選手なので、すごく楽しみな選手ですね。ちょっと注目してほしいですね。ちょっと注目です。ウーゴベン、皆さん覚えておいていただけたらと思います、はいはい。さあ、そして中盤のアンカーですけど、ニューカッスル、ギバナインス、はい、まあこのニューカッスルがここまで大躍進を見せてるのは、はい、このやっぱアンカーの4サーのギバナインスが、うん、はい、相当攻守において活躍してるかなと。アーセナル戦においては4-3-3、相手の4-3-3に対して、そのアンカーのところからトーマスのアンカーまで捕まえに行ったりとか、やっぱそこの守備のバランスであったり、その強弱のつけ方もうまいですし、攻撃でもやっぱロングボールの精度もいいですし、非常にいい選手ですね。本当彼がやっぱニューカッスルに来てくれたって選んでくれたっていうのは、このチームにとっても大きかったですよね。そうですよね。だからギマナインス間違いなく他のクラブからまた注目されてるので、はいはい、そこから動かないためにも必ず留めておきたい選手ではありますよね。そうですね、うん。さあ、そしてインサイドハーフ、まず右ですけど、マーセルのウデゴール、はいはい、まあ間違いないです。まあ、言わずもがなかもしれないですね、はい。昨日のゲームでも、あのスパーズとのダービー戦でも決めましたし、はい、うん、まあ、彼もともとアシスト能力であったり、チャンスメイク能力、技術っていうところはもともとある選手だったんですけど、そこにやはりゴールっていう、得点数っていう結果がついてきて、より怖い選手になってるなって。すごいミドルだったですからね。そうですね。で、彼その巻いたシュートとかテクニカルなシュート得意なんですけど、それよりもやっぱりああいう風に足を振って決めるシーンっていうのは今シーズンよく見られますし、まあ、個人的にはあっちのシュートの方が入ってんじゃないかなと思います、はいはい。そしてベルナルド・シルバー、マンチェスター・シティ、はい、まあ、彼も少しバルセロナとか、はい、あの移籍の噂出てますけど、うん、はい、彼が一人いるだけで、はい、まあ、攻守の4局面において全て力になってくれますし、はいはい、まあ、どこにでもいますよね。そうですよね。本当顔を出して、後ろにもいるし、前にもいるし、真ん中にもいるし、はい、そのプレッシングもできるし、ビルドアップもできるし、はい、まあ、1人置いておいたら本当に助かる選手ですね、はいはい。そうですね、うん。そして、前線の右はクリスタルパレスのオリーセですね、はいはい。僕ね、あのクリスタルパレスの 4-2-3-1 の、はい、その3人、はい、オリーセ、はい、エゼザハ、はい、そのね3人のロマン感大好きなんですよ。すごい何かやってくれるんじゃないかっていうね。そうそうそう、ボール渡せばこの3人やってくれるだろうっていうの好きで、はい、その中でもこのやっぱオリーセ、はい、やっぱ左利きでこうカットインとか、うん、はい、テクニカルな動き多いですし、うん、彼もやっぱ多分クリスタルパレスじゃなくてもう他のチーム間違いなく、はい、欲しがる選手だと思うので、うん、はい、これからさらに期待のある選手かなと思います。確かに今パリ・サンジェルマンがどうもチェックしてるっていう報道が出てました、はい、ブレントフォード、イヴァン・トニー選手ですね。昨年活躍してて、うん、それが続くかって言われてたんですけど、はい、もう今シーズンももう2桁以上取ってますし、うん、はい、あとはね、俺もう PK が好きなんですよ、イヴァン・トニー。はい、あのオープンプレーももちろんうまいと思うんですけど、うん、はい、PK のなんか、はい、あの歩きながら行って、はい、決めるじゃないですか、はい、それもすごいスピードでボーン行きますよ。そう、すごいスピードで決めるし逆つくし、めちゃくちゃ冷静だし、はい、まあ、昨日も確か PK で決めてましたけど、はい、はい、いや彼の PK を見るだけでも価値あるなっていう選手ですね、うん、はい、ですね、うん。これまたね、イングランド代表のまた、ね、センターフォワード争いも、そうですね、カラム・ウィルソンがワールドカップ呼ばれましたけど、はい、今後ね、またじゃあハリケインと、じゃあそのバックアップ的なのは誰、うん、カルバドルインとかいますし、はい、またね、はいはい、それがトニーがまた台頭してくるといいですよね、うん、いや、すると思います、はいはい。さあ、そしてやはりみんな注目しておりますけれども、はい、三笘薫選手でございます。まあ、彼を上げないわけにはいかないというか、うん、はい、まあ、今のここまで持ってる能力は、うん、ポテンシャルってありましたけど、はい、ここまでプレミアリーグに素早く順応して活躍すると正直誰も思ってなかったと思いますし、はいはい、今もう本当にブライトンの主力選手、うん、アシストもしますし、はい、ゴールも決めるし、うん、もうこれからが本当に楽しみです、はい、うん、そうですね。これも本当にどのチームとやってもあれだけの、はい、そのプレミアリーグの屈強なそのサイドバック、まあ、スピードもあるサイドバック、そしてセンターバックをちょっとチンチンにしてる感じじゃないですか。そうですね。だからドリブル、パス、シュート、うん、判断がいいですし、うん、そのドリブルに入った時のギアチェンジの仕方とか、はい、スペースに置くボール、ドリブルの仕方とか、はい、
なんかもう持った時の期待感がすごくあるんで、はい、それがやっぱ日本人であること、はい、それやっぱ誇らしいですよね。そうですね、うん、ここでブライトンでしっかりと結果を残してまたどこにねステップアップをしていくのかっていうのもまた楽しみですね、楽しみですね、はい、さあそして注目の若手選手、これも三笘選手のチームメイトですね。そうなんですよ、はい、ブライトこの選手は本当最近、はい、デゼルビーになって出てきた選手なんですけど、はい、うん、もう見た最初見たこうファーストインパクトで、はい、あこの選手やるなっていう、うん、まだ2004年生まれの18歳、はい、でまあ、前節 もうスタメンでしたし、はい、まあ、パワーもあるし、よりなんかストライカータイプなんですね、うん、ボックス内ですごい神経を使いながら意識的にこう動き出しとか、うん、どういう風に動くかっていうのを常に意識してますし、うん、まあ、サイズもあるし、はい、スピードもあるし、うん、で意外とこうボールをこう持った時に前へのスルーパスとか判断もいいので、はい、うん、すごく楽しみな選手ですね。そうですね、そして、ね、18歳で、まあね、スタメンという話もありましたけれども、はい、最近本当に18歳の選手が、はい、結構どのクラブもビッグクラブも、はい、あのチェルシーも今左サイドバックで、うん、ホール使ったりとか、はい、結構ねリコレイスマンチェスターシティとか、あとガルナチョも若いんじゃないですか、ね、ガルナチョまだ18、19ですよね、18かな、まだ18歳ぐらいですよね、はい、まだ確かに 18? すごいですね。いやすごいですよね。ちょっとね、はい、日本だとなかなかそのオリンピック世代みたいなところもまたなかなかちょっと代表になかなか呼ばれるのまだ少ないみたいに言われるじゃないですか、はい、それがビッグクラブで18歳でスタメン張っちゃうんですからね。とんでもないですね。ですね、そういう意味でいろいろまたね、まだ見てない我々が知らない選手がどっかのタイミングで急に出てきたりする可能性もありますよね。いやいや、どんどん出てきますよね、はい、楽しみですね、はい、ということで今週は、今年2023年、はい、この期待の選手ということで林さんにまとめていただきました、はいはい、これを皆さん覚えておいていただいて、このまたあれですね、来シーズンにもまた向けてということです。この選手たちがまた来シーズンどこに行くかっていうのも、いやそうです ね、注目ですね。特にね、若いこのウーゴブエノであったり、はいはい、マオリーセあたりは楽しみですね、はい、そうですね、はい、ということで、今週はベンさんお休みということで、東京大学運動会足利小球部で監督を務められています林良平さんゲストに来ていただいてお届けをしました、はい、ぜひまだ本編ご覧になっていない方は本編もご覧いただけたらと思います。それでは今週はここまでです。失礼します。さようなら。月曜日に YouTube で配信のレビューでは第20節の注目カードノースロンドンダービーを振り返り、さらに水曜日にダゾーンで配信された完全版ではビッグ6の冬の補強ポイントをおさらいしています。お見逃しなく。